フラッシュやめてください。すいません。この度私はじめ社長は皆さんに謝らなければいけないことがあります。私は以前昔の動画で室内で本格的に野菜を育てると言っていました。スイートバジル育てます。俺も野菜育てたいのよ。ハーブを育てようって言ったんですけども、一週間ぐらいでやめてしまいました。残念でした。私が全部悪いんです。野菜作らなくても野菜ジュース飲めばいいと思って結構早く枯れてしまいました。全自動と書いてあったのに枯れてしまいました。よっしゃその後は実はちょっと前に私の母が家に来ていらないものとかをまとめて実家に送ったんですけど、その後お母さんが育ててくれましたけど、ハーブの種はもうなかったので新しくレタスの種を買って育ててもらいました。その VTR はこちらです。嬉しいことに結構普通に楽しんでて、なんか毎日 LINE で写真とかも送ってきて楽しそうだったのでよかったです。母はとても楽しませてもらいましたと供述しており、私のミスにもかかわらず楽しんでてもらってよかったです。実際に育ったレタスが届きました。割としっかり育ってる。何もかけなくても自然の味が楽しめてます。お母様からは割とガチの毎日の日記が送られてきました。41日かかったみたいです。こんな感じで毎日ちゃんと綴ってたみたいです。本当に美味しかった。今回は私の力不足のせいで母、そして野菜関係の皆様、そして視聴者様の皆様に多大な迷惑をおかけしたことを心よりお詫びしております。